トランジスタラジオ1号機 TR-52 東京通信工業製、5国トランジスタスーパーヘテロダイン方式受信機1952年その形状がこの年竣工したニューヨークの国連本部ビルを思わせるものだったことから社内ではもっぱら国連ビルラジオと呼ばれていた D ージン CTR-1 トランジスタラジオとは増幅回路に 半導体素子のトランジスタを用いたラジオ放送受信機の総称。それまでを主に使われていた真空管の代わりに半導体素子のトランジスタを使うことで大幅な消費電力の低減がもたらされ、それによって小型化、軽量化、携帯化が可能になったもので、1950年中頃に量産が始まり、1950年代後半から1960年代に、 かけて普及70年代までに従前の真空管を使ったラジオをほぼ駆逐するに至った。真空管を増幅回路として使用するラジオは電源電圧が比較的高い上に消費電力も大きく、また真空管自体の外形の大きさから筐体が大振りで卓上などに設置して使用するのが普通であった。小型化されたトランジスタラジオは 電源電圧が低く消費電力も小さいため、小型の乾電池で動作して、片手で持ち運べる機器となり、野外でラジオを手軽に聴くことができるようになった。車載用ラジオでは、米国で1927年頃から、真空管式のものが発売されていたが、小部品、小電力の観点からトランジスタ化が進んだ。1950年代後半の真空管から、 トランジスタへの移行期にかけて、日本ではカーラジオ市場に参入する企業が相次いだ、クラリオン、三菱電機、松下電機産業など、ビーチやキャンプ場など商用電源の取れない野外で、ラジオが聴けるようになることで、ラジオ放送自体にも野外調子を前提とする番組構成が取られるようになった。また、ラジオ自体の小型化、省電力化が進んだ結果、それまで、 一家に一台だったラジオ受信機の所有形態が一人一台に急速に変化した。これに対応し日本では日本放送が宣弁をつけたオーディエンスセグメンテーション編成が1960年代後半以降広く民放ラジオ局に普及するようになった。b c l 用トランジスタラジオソニースカイセンサー ICF-5900-1948 年に ベール研究所はトランジスタのデモ用として世界初のトランジスタラジオを発表した。その後1952年に RCA 社、1954年にテキサスインスツルメンツがトランジスタラジオのプロトタイプを相次いで発表した。東京通信工業のイブカ大は1952年アメリカ合衆国での技術研修に出かけた際、 ベール研究所の3人のスタッフがトランジスタを開発、特許を取っており、親会社のウエスタンエレクトリック社が2万5千ドルで公開していることを知る。日本の通産省は、ちょっとやそっとのことで、トランジストなんかできないよと否定的で、当初は東通行への外科割り当てを拒否するほどだったが、1953年、森田昭雄がアメリカに渡りウィーン社を訪問すると、 当通行の技術力が高く評価され、ライセンス料の支払いは、後でもいいということになったため、同社とライセンス契約を結んだ。その際、Wii 社は森田に対して何に使うのかを問うと、ラジオに使いたいと応じたが、この時 Wii 社はやめるようにと勧告を行った。初期のトランジスタは、温度特性が悪く、またラジオの放送周波数帯で増幅器に用いるには、特性が不安定であったため、 真空管を代替することはできないと見られていた。商業用の製品としては、補聴器が実用化されていた程度であった。しかし、同行した、東通行技術スタッフの岩間和は、トランジスタの技術開発を取材、岩間レポートメモとしてまとめ、それをもとにトランジスタラジオの試作品を制作した。だが、この試作品について、イブカは、 とても商品として使えるものではないと解雇している。その間、1954年にアメリカのライバル社 IDEA のリージェンシー部門がテキサスインスツルメンツ製四国トランジスタを使った世界初のトランジスタラジオ TR-1 を発表、クリスマス商戦に向け発売。世界初を目指した統通工は落胆したが、その後1955年に 複合型トランジスタ5国を使った TR-52 を市販しようと試作した。しかしこの国際連合ビルを連想させる TR-52 のキャビネット講師が夏季の気温上昇により出荷寸前になって反り返るトラブルが発生したため発売中止となってしまった。その後8月に改めて TR-55 を開発し、その年の8月に市販開始。 これが日本初のトランジスタ携帯ラジオとなった。1955年に、ゲルマニウムトランジスタには製造部止まりが劣悪だけでなく特性のばらつきが大きく、温度特性も悪いなど問題があったのだが TR-55 ではゲルマニウムトランジスタを採用した。低周波回路には比較的部止まりが高いが高周波特性の悪い合金接合型トランジスタ。 高周波回路にはぶどまりが非常に低いものの、高周波特性を改善しやすい、成長接合型トランジスタを使用して製品化にこぎつけた。しかし実際には成長接合型トランジスタの特性がバラバラで、結局ラジオ工場側ではトランジスタ個々の特性に合わせ回路の修正を行うことになり、量産とはほど遠いほぼ手作りの状態で製造を進めることになった。 その後、統通行では成長接合型トランジスタの全製品に対する追跡調査を行った結果、トランジスタの N 型層を成長させるために、同パントとして使用していたアンチモンが、すでに作られている P 型層に侵食して、トランジスタとしての特性を悪化させていることが判明。そこで、アンチモンの代わりにリンを使用してみたところ、P 型層の侵食がなくなることが確認できたため、一気に、 トランジスタ製造ラインすべてで製造工程の切り替えを行った。ところがリンへの切り替え直後に製造したトランジスタすべてが不良品となる事態が発生した。ダメそうな点を調べると投入量が多すぎたためリンの濃度が濃,度が濃すぎたためだった。そこで同社では大量に大ー度を試作してリンの適正投入量を割り出そうとした。この過程で不正抵抗を示すという それまでの理論で説明できない現象が発見された。それを江崎レオナがトンネル効果による現象だと見抜いたという。結局、不良の原因はトランジスタ内部の P 型層が極めて薄くなった結果、トランジスタ内でトンネル現象が発生していたためだと判明する。適正投入量が割り出され、 他の製造工程にも改善を加えた結果、最終的に成長接合型トランジスタのぶ止まりが90%以上に跳ね上がり、灯通工は莫大な利益を得ることになった。この原理の利用であるトンネルダイオードを発明した江崎レオナは、半導体内におけるトンネル効果の実験的発見の功績で、1973年のノーベル物理学賞を受賞する。 しかし、当時東通行内部では、トランジスタの製造方法は最高機密とされていたため、この発見の天末が明らかにされたのは30年以上後になってからのことであった。以後、各メーカーがこぞって、トランジスタ携帯ラジオを開発。ポケットにすっぽり入る名刺サイズラジオや、ラジオカセットレコーダーなどに多用、応用されるようになった。 身長は低いがグラマラスな女性を表すトランジスターグラマーはこのトランジスタラジオから取られたと申されている。日本では1970年代に BCL ブームが起き、短波を受信できる高性能な機種が多く発売されトランジスタラジオの全盛期を迎えた。ありがとうございます。